年収の話もしてたじゃん前、はい、年収何百万以上が、はい、理想なの。何それ何それ。1500万以上の人が理想です。お相手にするんだったら。はい。なかなかいないよ。そうなかなかいないけど、うん、まあ別にいなくもなくないですか。別に東京にいたらまあなんかなかなか結構出会う機会多くて。あ、前2000万じゃなかった？下げたんです。え、なんで？結構叩かれたから2000万って言ったらなんか結構なんかファンもテンション下がっちゃって、うんうん、もうほんと無理じゃんみたいな感じになって、うん、でも言いたいことはそれぐらい余裕のある人っていうことで、うん、それがどれぐらい大きなお金なのか自分であんま分かってない部分はあります、うん、1500万もなかなかいないですよ。へー、いないいないいない、まあ、普通のサラリーマンだとしたら超エリートしかないじゃん。そうですね。で超エリートなんてめちゃめちゃ競争し合ってるから、うん、その隙入れなくない？急に休みになるじゃないですか、うん、私たちみたいな、うん、なんかそれに合わせられる人とか結構理想は高いかもしれないですね、うん、うわ、それに対応してくれる人がじゃあ明日にしようかなこの仕事はとかこうずらせたりとかする人がいい。それってうわ、だからさ、それってさ自分が持ってる会社とかじゃないとできないですよね。そうそうそう、社長とかじゃないと、うん、まあでもやっぱ社長さんがいいですね。お金大好きだね。もう大好き、ね、家族も一緒に幸せにしてほしいの。自分だけじゃなくて。すごい。お会長さ本当に恋愛してない？してないです。言いたいぐらいですもん。してたら。あ、最近ね、うん、の行動がちょっと怪しいんですよ。あら。私お母ちゃんのインスタグラムを、はい、この間休みの日に5時間ぐらい見てました。めっちゃ見てる。マジモリモリ女って言うから。なんで？もう5時間も見たことねえし、初めてそんな経ってねえし。お母ちゃんのインスタグラムに最近ねすごいね、うん、料理を載せてるんですよ。はい、ね、こうです。ほら料理わかります？これとかこれね、2人分なんですよ。そうなんですよ。いやこれ怪しくないですか？やっちゃってるね。やっちゃってないですよ。彼氏のアピールやっちゃってるね。だってね、おかいちゃん一人暮らしだよね。じゃあ私弟と住んでるんですよ。え、弟？そう、本当です。え、これ何？じゃあ弟のご飯だったの？そうです。てか私が料理にハマって、うん、じゃあ朝ごはん一緒に食べてよっていうことで食べてもらってる、うんうん、これ本当に弟かな？彼氏じゃないですか？いや彼氏ですよ。でもいつか彼氏に作れたらいいなという気持ちで作ってる部分もあります。バビーさん、うん、判定してください。これは彼氏ですか弟ですか？これは彼氏です。もう中学生前に張ってたら2人のせいだからな。もう本当に男っ気ないって言われます。そのいや男友達は多いって言われる。でもセクシーになったよ。あ、本当ですか？うん。それは嬉しい。色っぽくなった。いつからですかね。うん、私でもいや、なめ、み、なめはちょっと見るやめて。もう、おやめて。なんかすごくブラマースなセクシーになって。胸はちっちゃいでかい。いや、ないよ。見たい。見せるか、ボケ。